小平十吉小平十吉は栃木県出身の日本の政治家、実業家。1886年9月10日、栃木県下津賀郡石橋町に生まれる。宇都宮農学校卒業、明治大学予科を中退。1927年の栃木県会議員選に立候補し当選資産期務める。1930年からは6年間は石橋町も兼任した。 1937年には、第20回衆議院議員総選挙に立候補し、当選。1942年の第21回衆議院議員総選挙では、落選した。1947年4月に、初代高選栃木県知事に当選。健康上の理由で2期目任期途中の1955年2月に、辞任した。1960年4月3日死去。去年73。 実業家として、1919年に石橋自動車紹介設立。1923年には関東自動車の設立に関わり、1939年に小平重工業を設立。栃木貨物自動車や栃木合同タクシーなども設立した。加藤武雄と共に日光カンツリークラブの元を築き、毎年春には小平杯が行われている。 栃木県総合運動公園内の第2、陸上競技場南側に小平の銅像がある。長男の小平さんは衆議院議員となり、総理府総務長官、労働大臣、衆議院副議長等を歴任した。ありがとうございます。